広い風景の中で人々に話を聞かせる聖人の姿。17世紀オランダの芸術家フィリップス・ワウェルマンが1650年から55年頃に描いた説教をする洗礼者ヨハネのいる風景。巨大な樹木のそばで毛皮の衣をつけたキリスト教の聖人洗礼者ヨハネが群衆に向け説教を試みます。聴衆の種類は様々で、馬に乗った兵士の近くには農民、紳士の隣には旅人、赤子を抱く女性、遊ぶ子供の姿も見えます。これらの人物のモチーフは色の種類も様々で、赤、青、黄色の鮮やかな三原色で彩られ、聖人の地味な色彩と対照的です。またオランダの低く広く続く土地とは異なる山並みを望む起伏に富んだイタリア風の風景も低地地帯の鑑賞者の目を引きつけたことでしょう。